上皇寺は愛知県岡崎市中島町にある新州大谷派の寺院。三号は吉永山。本尊は阿弥陀如来。干渉5年、本願寺連如に帰した石川義次郎安政が安楽寺を創建。この安楽寺が始まりとされる。延徳3年、戦火により消失。翌明王元年に再建して上皇寺と解消したという。 A66 年から A67 年にかけて起こった三河一行一期の際、消失。五聖住職協会は相模国愛好軍の援護を頼って難を避けた。天正11年、徳川家康によって注門斜面が行われる。天正15年、協会は中島の地へ帰り、板倉勝重の母妙縁により、板倉屋敷の提供を受けて、これを本寺の仮御堂とした。 慶長六年、稲中寺国院上で寺寮四国八都を寄進された。後、板倉家の領主廃領地となったが、慶安元年九月十七日に、徳川家光から、主印地三国一都が寄進された。元禄元年、旧世住職教誠によって七間市面、三方園の本堂が再建された。天保二年から六カ年の年月をかけて、十四世、住職生官によって、 現在の本堂、栗、玄関が再建された。地質学者の石川成明は、本寺の住職石川霊館の息子である。以下の物件が、市の指定文化財に指定されている。ありがとうございます。